御礼申し上げて、冒頭での私からの挨拶と評価ではありますけれども、引き続き安倍政権で拉致問題を解決していく、こういう強い決意のもと、さらに取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的な解決のために、我が国が取るべき最も有効な手段は何かという観点から、今回、我が国独自の措置を行うとの方針を固めました。具体的な措置の中身については、速やかに決定できるよう準備することとの指示があったところであります。家族会、数会は、この打ち上げ即、声明を出しまして、一つは1年半もかかっているこの日朝協議の成果が全く出てないことの怒り、これに対するですね、制裁をということ、そしてさらにまた今回多分、国連筋でも安保理事会を通して、北への相当強い圧力、制裁があるというふうにも聞いておりますが、国連筋の制裁よりも早く日本の立場をしっかりと踏まえた、北への対応を示していただけるかなというふうに期待をしております。